よいしょ、よいしょ。あ、ここにもアサリさんがいた。どれどれ。すごいよルビーちゃん、すっかりコツをつかんだね。カナンちゃんの教え方がすっごくわかりやすかったおかげだよ。ありがとうカナンちゃん。どういたしまして。ルビーちゃんが根気強く掘った成果だと思うよ。この調子なら結構な数のアサリが取れそうだね。うん、アサリさんのフルコースができちゃいそう。いいね。定番のお味噌汁は外せないし、あとは炊き込みご飯もいいよね。お出汁を使って和風パスタにしても美味しいかも。お姉ちゃんといろいろ相談したいな。そうだね、きっとダイヤが一緒に作ってくれるよ。あ、そのあたりもっと掘ってみたらどうかな。やってみるね。硬い砂だけど、なんだか手応えがあるよ。その調子だよルビーちゃん。すごい、これはきっと大量なんじゃないかな。